食育で米作りの体験を行っている北九州市の中学校で、収穫したもち米を使った餅つきが行われました。北九州市八幡西区の八千穂中学校では、24年前から地元の伝統を引き継ぎ、食の大切さを学ぶため、地域の人たちから米作りを学んでいます。今日は収穫したもち米による餅つきです。生徒たちは大きな声を出して、杵をついていました。出来上がった餅は、お世話になった地域の人たちに振る舞われました。